備前の国、岡山の藩士に、青地三之城という弓の達人がいた。食録は三百石余り。早く父母に死別したので、叔父にあたる青地三左衛門の貢献で成長した。十九歳の時家督を相続。少年の頃から弓の校舎だったので、お弓組に上がって勤めていた。 三の城は、幼少の頃からおっとりした性質で、怒ったという顔を見せたことがないし、かつて人と喧嘩口論をした試たしがない。おまけにひどく口数の少ない男で、つまらぬ世間話などには、いつも横を向いている。珍しい上天気、いい日和でござるな。されば、いや、 妙な雲が見える。降るかもしれぬが、どうであろう。されば。ここで降られては、高刈りのお供がつらい。どうか二三日持たせたいものでござるな。されば。といった調子である。さして大事な話でないものは、大抵これで片付ける。 これをくどくやると、しまいには、されば、もう言わずに黙ってしまう。それでも別に、無愛想だとも言われず、上役にも下役にも評判が良かったのは、生まれつき人徳があったのに違いない。これと面白い対象なのは、おじの三左衛門であった。三左衛門は、雷三座殿。 というあだ名がついていて、請求で早がてんで、少しもゆったりしたところがない。四十せかせかとかけまわって、どなり散らしているという風だった。そういう性質だから、おいの三之丞の落ち着き払った態度がひどく目につく。若いものはもう少しハキハキとせぬか。顔を見ると小言である。 お前のすることを見ていると、背骨をタつむりにはわれているような気持ちだ。こう、その、もっとテキパキとできぬものか。小言を言いながら一人で感触を起こしている。もっとも三左衛門に夏という娘があって、これがよく三之丞の味方をしてくれた。夏は三之丞と四つ違いで、 さして美人というのではないが、思いやりの深い利口な娘だった。ある年の春先、三左衛門は広園に出て庭を見ていたが、ふと庭外れにある梨の木の高い小に一羽の詐欺が翼を休めているのを見つけ、慌てて三之丞を呼んだ。お呼びでございますか あそこを見ろ。あの梨の小杖に鷺が止まっておる。見えたであろうが。はい。あれをここから一屋で糸めてみろ。それでどういたします。どうするものか。その方が弓の稽古を始めて五年。どれほどの腕になったかまだ見たことがない。 ちょうど幸いだから心へのほどを見てやる。さあやれ。急がぬと逃げてしまう。何をぐずぐずしておるか。言い出したら承知しない。きたてられて三之丞はすぐ弓と矢を持ってきた。藩の弓道師藩に十三歳の時からついて学び、丸五年稽古をしていた三之丞。 上達したのかしないのか点でわからない。三左衛門が時々師範に会って聞くと決まったように、見どころはござるという返事ばかりだ。どう見どころがあるのかと押して聞けば、弓の道に見どころがあるという。弓を稽古しているのだから、その道に見どころがあるのは当然だ。 人を馬鹿にした返事だと思って、ある時自分でしばらく稽古場へ通って見ていると、三之条の矢は少しも的に当たらない。いくらいてもみんな的から外れてしまうので、たまりかねて三左衛門が、これは驚いた。あれだけいて一本も的に当たらないというのは情けない。 とても見込みはあるまいからやめさせましょう。と言った。すると師範は、いや、そう案ずることはござらん。と平気な顔で次のように言った。三之丞殿がこの道場へ参ってから三年になる。他の者がめきめき腕を上げていく中で、彼一人は少しも進歩が現れない。 ああやっていくら矢を射ても少しも的に当たらない。しかし的に当たらないのは当てようとしないからだと拙者は見ている。拙者も未熟ながら師範の一人。門人たちの腕がどれほどのものか見ていればおよそ見当はつく。三之丞殿の構えを見るにほとんど天性弓の名手に生まれついたと思われるほどだ。 あのくらいのご頃なら、百発百中は当然のはずなのに、かつてまだ人やも的に当てていない。つまりそこだ。三之丞殿は、的に言い当てる修行をしているのではない。道の極意を探ろうとしておるのだ。何年先にその道の奥くを極めることができるかわからぬが、 やがては無双の名人になられることは間違いない。良い老い子を持たれてお羨ましく存ずる。その道の師範の言うことだし、なるほどと思う節もあるので、その時は納得したものの、どうも的に当てない弓の修行というのがよくわからない。いつか本当の腕を試してやろうと思っていたのである。 弓と矢を持って戻ってきた三之条。五年来修行の腕の見せ所だぞ。抜かるなよ。叔父が念を押すのを後ろに聞きながら足場を測って弓を構えた。そこから庭外れの梨の木までおよそ二十六七軒。目を吹き始めた高い小に、サギはまだじっと翼を休めている。 三の城は弓に矢をつがえ、しばらく呼吸を沈めていたが、やがて暗いりをしてキリキリと引き絞った。引き絞った、と思うより早く、ひょう、と切って離した矢一筋。空を飛んで、ふっつとこずえに止まっていた鷺のちょうど足の下へ突き立った。鷺は驚いてパッと舞い上がった。 矢は小杖に突き立ったまま、ブルブルと震えている。未熟者、何のざまだ三左衛門は真っ赤になって怒った。あればかりの矢頃で、おまけにスズメやウグイスと違い、サギという大きな鳥を依存するなどとは、呆きれ果てた未熟者。五年の間、その方は何の稽古をしていたのか はあ、誠に、何とも。まことにもクソもあるか。顔を見るのも尺に触る。これから追って行って今の鳥を射止めて参れ。それまではイリりを差し止める。分かったか。とうとう感触を起こしてしまった。三之丞は別に恥じいる様子もなく、黙って自分の家へ帰ったが、 その夜のこと、三左衛門が夕食の後で今い井い入ると、間もなく娘の夏がそっとやってきた。父上様はどうお示すか存じませんが、三之丞様は本当にお心の優しいお気質でございますのね。いろいろと話のあった後で、夏がふと思い出したように言った。ははま昼間しかったので、 また何か意見をするつもりだな。三左衛門は早くも捜査したが、三之丞がどうかしたか、とそちらの顔で聞いた。はい、去年の冬の初めでございました。赤尾様や田沼様、それから森脇の右門座様などが仮打ちにお誘いに見えましたが、どうしてもご一緒にいらっしゃいません。 行かないでどうしたどうして嫌だと、うもんざ様がおしてお尋ねなさいましたら、漁師などがなりわいとして取るなら是非もないが、慰みのために生き物の命を取ることは生来嫌いだ。拙者はごめんをこむるとおっしゃいました。うもんざは何と申した慰みとは聞き捨てならぬ、飛ぶ鳥を射止めるのも、 弓を学ぶ者には修行の一つではないか。右門座様がそう言いますと、三之丞様は笑って、それはおのうのの好き好き。貴殿にはそれが修行になるであろうが、拙者には何の役にも立たぬ。役に立たぬことで拙者をするのは嫌だから、ごめんをこうむう。そうおっしゃってございました。三左衛門は黙って腕を組んだ。これは、 詐欺を言い落とせと命じたのが誤っていたかもしれんぞ。そう気がついたので、ナツ、お前、三ンノジョウの元へ参って、もう詐欺を追い回すには及ばぬ。出入りも差し支えないと申してやれ。どうやらまたお前に言いくるめられたようだ。と苦笑いをしながら言った。ナツが三ンノジをかばうのは、 いつもこういう風だったのである。十九歳で家督相続をした三之丞は、師範の推挙でお弓組に挙げられた。備前岡山三十五万石の領主、池田三政は、文武の道に詳しい古今の名君であったが、武芸の中では特に弓が好きで、 城中今のそばに薪腹を備え、常に弓組の者にいさせて、鶴音を聞くのを楽しみにしていたくらいだった。したがって、弓組に上がるのは名誉としてあったものだが、お役についた三之丞は別に抜きんでる様子もなく、ごく当たり前に努めていた。岡山在国のある年、旭日川のほとりへ高刈りに出た三つ正が、 珍しいくらい大量で狩りを馬につけるほど取って騎乗した。奥へ入ろうとした時である。ふと後ろの方で、今日のごぼう狩りはいかがでしたかという声が聞こえた。振り返ってみると、高章のそばに見慣れない若侍がいる。今何か申したのはその方か。三つ政は、 引きとがめて声をかけた。は、恐れながら私でございます。何かごぼう狩りとか申したようだが、ごぼう狩りとは何のことだは、それはその、でございます。わからぬ。もっとはっきりと申せ。では仰せに従い申し上げます。 今日まで折々、おみが高狩りを遊ばしましたときは、狩りの吸い物のお下がりがございます。うん、世の申し付けだ。片付けのうちょうだいをつかまつりますが、吸い物案の中にあるのは、いつもごぼうと決まっております。それで、狩りの吸い物とは、ごぼうの吸い物のことで、お高狩りとは、 ごぼう狩りを遊ばすことだと存じたものですから、今日もごぼう狩りがたくさんあったかと聞いた次第でございます。はっきり言ってのけたから三つ政も驚いたが、お蕎麦の者も,のも肝を冷やした。お高ので獲物があると狩りの吸い物のご馳走が出るのは慣例なのだが、旗本側近の者のだけでも大変な人数だから、 狩りの肉がその人数へ行き渡るわけがない。自然中にはごぼうだけ泳いでいるということになるのは当然で、今更そんなことを言うのは言う方がどうかしている。しかし三つは、その若侍の顔を見つめていたが、やがて静かにうなずいて。そうか、それはこれまで気の毒であったな。 幸い今日は獲物も多いことゆえ、誠の狩りの吸い物を使わすぞ。そう言って去ろうとしたが、その方、名は何と申す。恐れながら、青地三之条と申し、お弓組にご奉公をつかまつります。すると、三左衛門の追いだな。御意にございます。三つ政は、 奥へ入るとすぐ係の者を呼び、家来たちに下げる水物湾へは必ずカモの肉が行き渡るようにと申しつけた。三つも今まで全部の湾にカモが行き渡るとは思っていなかった。けれども三之条の言葉を聞いてすぐ気づいたことは、カモの水物を下げるという以上はカモの水物を下げるがよいので、 行き渡らぬものを名前だけそれにして、実は中身のないものを下げるのは間違いである。カモの吸い物といってもまたごぼうだろう。などという気持ちを起こさせることは、これを大きくすると一つの藩の政治の真不信にも及ぼすことだ。そういう点であった。三之城の顔つきは明らかにそういう意味を持っていたのである。 これが三之城の見出されるきっかけとなり、やがてご秘蔵人と呼ばれるほどのお気に入りになったのだが、このはじめの一言で三之城の神底を察するところに、三つの人柄の大きさと深さがあったのである。三つは生涯慎太郎という幼なで通した。池田慎太郎少々三つ 生まれつき名君の質の高かった人であるが、ことによかれあしかれ、家臣の還元は必ず聞き取る。それが国家を治める者の,の務めだと信じていたのである。こういう気質だったから、三之条の一言をもよく理解したのに違いない。しかしその時はそれだけで、いつか三之条のことは忘れるともなく忘れていたのであった。 それからしばらくたったある日、三つ正は今で朝の所見をしていた。縁外では弓組の者が例の通りわらに向かって矢を射る心よい鶴音が聞こえている。三つはそれを聞きながら書物に目をさらしていたが、ふと小首を傾けて、はて、あの鶴音は聞き取れぬが。 とつぶやいたそこへ来て弓を引くのは弓組の中でも腕の立つ者20人を選んである毎日欠かさず聞いているので音だけ聞けば大抵は誰だかわかるゆずるの音などそう変わるものではなさそうだが引くものの気質によって実に変化のあるものだという強情なもの弱気なもの 請求、邪心、それぞれその道のものが聞けば、鶴音によく現れるものだそうである。三つ政が小首を傾けたのは、今聞く鶴音がそれまで聞いたことのないものであり、ことにその響きの深さ、美しさに驚かされた。はて、何者であろうと静かに広宴へ出てみた。 広前で弓を射いているのは青地三之丞だった。見たことのある若者だなとしばらく見守っていたが、ようやく思い出したので、ああ、あの狩りの吸い物か。と苦笑を漏らしながら、これ、三之丞。と声をかけた。三之丞は静かに弓を控え、そこに膝をついて平服した。 その方は、ここで初めて見るように思うが、いつから庭へ参っておるか。は、恐れながら、今日初めてにござります。弓はよほど稽古をしておるな。去ればにございます。去ればというのだから、後に言葉が続くかと思っていると、いくら待ってもそれっきり何とも言わない。 誰について学んだかは、ご師範、山川十郎左衛門殿にご教授を受けましてございます。よほど参るな。は、さればにございます。またさればである。さればと申すのは、よほど達者ということか、それともさほどでもなしということか、どうだ。は、 三之城は静かに頭を上げたが、さればにございます、と同じことを繰り返しただけであった。その時三政の胸にはっきりと三之城のことが刻みつけられたが、それでもまだ三之城の休術がどれほどのものか三政は見ていなかった。的場で写実ご覧の時でも、至極平凡な成績で、 かもなし、不かもなしという程度である。しかし、そう見ているうちに、やがて、三之城の新骨頂を表す時が来た。昭和2年4月、三政四十三歳の時であった。秋の国広島、四十二万石の大衆、浅野左少将三明が、三勤の途上、岡山城に立ち寄って三政を訪ねた。 二人は年もほぼ同じくらいで、よく話の合う間柄だった。江戸城中でも親しかったし、山勤の上り下りには必ず二三日滞在するのが例である。対面の挨拶が済むと間もなく、秋の神三明らが膝をすめて、この度はいささか変わった土産物を持って参ったが、お受けくださろうか。 まいお心づくしで片付けない。秋公が珍しいものと言われるからは、さぞ慎重であろう。喜んで頂戴いたす。ただしお受け取りくださる上は、こちらにも書望がござる。しかしそれはご覧に入れての上で。そう言いながら、家来に命じて庭先へ六尺四方もありそうな四角い箱のようなものを運び込ませた。 あれじゃ。ほう、またひどくかさだかなものだが、なんでござろうか。大いを取れ。はっと答えて、家来の一人がかぶせてある大い布を取った。現れたのは、鉄格子をはめた大きな檻で、何か中に動物が一匹いる。獣のようじゃな。 されば国元の天井山と申す宮まで取った狼でござる。頭から尾の先まで五尺九寸。重さ十三貫目余り。これまで多年の間領内を荒らし回り、牛馬を食らうこと数知れず、人間も十三人まで彼の牙にかかっておる、嫌大の教獣でござる。ほう。ではこれが、 土産にに下さるという品か。いかにも。してご所望と言われるのは。美善公は弓にご堪能。金々ねねご家中の自慢話を伺っておるゆえ、この狼を馬場に放ち、犬追い物を見せていただきたいと存ずる。聞いて三つ政は膝を打った。これは面白い。 さすがは、あきこ、良きことを思いつかれた。早速、支度をさせて試みましょう。では、明日、拝見に回るから。と、その日は、三つ明は宿所へ帰った。三つ正は、すぐ老身に命じ、上中の小馬場に支度をさせた。何しろ、凶猛な人食い狼を放つのだから、 外れたら大変である。馬場の中央に丸く竹洗いを結び、伊手は馬でその周囲を回れるように厳重にこしらえた。その一方、誰を伊手に選ぼうかといろいろ相談をした結果、森脇右門座、赤川平五郎、金目七之助の三人を伊手と決め、それぞれその胸を足した。 さてその翌日、支度が整ったからという使者を受けて、城へ登った秋の神光明は、三政と共に儲けの桟木へ上がって席に着いた。幕張の左右には、両家の老神はじめ、目見え以上の家臣が本本と並んでいる。狼はすでに結び屋いの中に放されていたが、不安な様子で、背筋の毛を逆立て、 牙をむき出しながら、屋来の中央に四足を張って立っていた。やがて合図の太鼓がとうとうとなった。第一番に出てきたのは、赤川平五郎である。朝上下で弓を持ち、八つぼに作法通り矢を二本入れ、馬を馬場へ乗り入れてきたが、正面さじきに向かって一礼すると、片桐の右を跳ね、 馬首を巡らして、屋来の外を一巡り乗り回した。一の矢を継がえ、二の矢。つまり、命矢というのを弓に添えて持ち、馬を借りながら見やると、狼は結び屋来の中央に四つ足を張って立ったまま動かない。しかし、何十回となく漁師に追われ、矢玉の危険を飽きるほど経験しているから、 今、馬上に弓を構えた男が自分を狙っているのだということは感じいている。背を少しかがめ、怒りげを逆立て、耳をぴたりと伏せて低くうなりながら油断なく平五郎の動作を見守っていた。狼がじっとして動かないから、平五郎は今のうちにと思い、パッと馬に諸角を当てる。タタタタたたた。 結びやらいに沿って、まっしぐらに近づきながら、つと馬上に伸び上がり、狙い定めて、ふっと一の矢をいて放った。矢は一文字に飛んで、狼の首の根元へピュッ。とめたかと見た刹那。狼はひょいっと体をひねって、ととととと、四五軒走って立ち止まる。矢は地面を向いて、 土ぼこりを上げながら遠く外れてしまった。しまったと取り直す二の矢。やらいに沿って左へ半回り。またしても狼が立ったまま動かないのを十分に狙ってふっつと言いた。今度はずっと矢ろが近い。乗っかけるように切って離したのだが、あおやという途端に狼はひらりと身をかわした。 矢は凄まじく地へ突き立ち、狼は平然と向こうへ行って立っている。狼活と言うべきか、ふてぶてしいと言うべきか、見ていても震えの来るほど肉体な格好だった。第二番目は金目七之助。これも一の屋、二の屋とも依存じた。第三番目に出た森脇右門座。これは、 心残お召し抱えになった道明えも門の子で弓組では人頭をいている男だった。さすがに気合が違うと見え、今までふてぶてしく構えていた狼が、うもん座が現れると様子が変わり、ちらちらと横目で見ながら結び洗いの中をあちらこちらと走り始めた。うもん座は、 二回ほど馬場の周りを抱くで打たせたが、やがて一の矢をつがえると、パッと馬服を蹴った。狼は、その気配に驚かされて左へ向きを変える。せつなえい掛け声とともにいて放つ第一矢。ピュッと鼻先をかすめたから、狼がびっくりしてパッと飛びのく。そこを透かさず、早くも二の矢。 狙い十分に言いかけた。第一で不意をつき、びっくりして飛び抜くところへ浴びせかけた二の矢だ。目にも止まらぬ早技でみんな、やったぞと乗り出したが、狼はパッと横っ飛びに十二三尺右手へ飛びのいて立ち、矢は地面をかすってカラカラと遠く外れてしまった。無念。 うもんざは馬上で思わずうなったが、もう一度願うというわけにも行かず、ひっそりとなりを潜めている見物の中をぜ然と下がっていった。いや、面白い見物であった。秋の神はにやにやしながら、三人とも腕前は見事でござるな。しかし何しろ期待の教授ゆえ、一通りではまえらんのが当然。 いや、無理もないところであろうよ。いつも弓の自慢をされて腐っていた三つ明。この時とばかり皮肉を言った。三つ正としても、日頃不意調している手前、そのまま引っ込んでいるわけにはいかない。何々、今の三名は地層疲労で、との居手はこれからでござる。これ十郎座を呼べ 休術師範の山川十郎左衛門を呼んで、十郎座、あの狼を仕留める伊手、申し付けてあるであろうな。はっ申し付けたものは三人ともしくじっている。十郎左衛門が下しかねて見上げる目三つ正はしきりに目配せをしながら、誠の伊手は誰だ、何者だ。はっそれは、 主君の目配せで、もう一人誰か出せという意味を察したから。恐れながら、青児三之丞と存じまするが、いかがおぼしめしましょうや。青児、三之丞か。御意にございます。三つ正はちょっとうなった。大切の場合じゃ、三之丞のほかに誰ぞないか。横川はどうじゃ。 恐れながら、三之しかるべしと存じまする。重ねてそう言われた三つ正は、日頃の三之条の腕前を知っているから不安ではあったが、ではすぐ呼び出せ、と命じた。席を探したが、三之条がいない。すぐに詰め書を見にやると、非番に当たっているというので、宣告もう下城したという。 慌てて使い馬が馬を飛ばして迎えに行った。三の女は出てきたが、急の迎えと聞いて憂いかしそうに。今日は批判のはずだが、何かご急用でもございますか。何かではない。秋光じさんの狼。犬追い物で仕留めるということはご承知であろう。ああ、あのおなぐさみがどうしました。 誰が射止めましたか射止めておれば迎えには参らん。赤川、金目、森脇、三人が三人とも子孫じて、お神は面目を失っておいでなさる。気候に四番を言いよという仰せだからすぐ途上されい。拙者に、あの狼を拙者に。三之丞はにやりと笑った。 それはせっかくながらごめんをこむりましょう。いや、拙者はご自体申す。おかみは、かようにお伝え願いたい。三の城は、お座を慰みのために、弓道を学びはいたしませぬと。青きこう、それは本心か。使い番がびっくりして目を向いた。そこへおじの三左衛門が、 お城から追っかけて馬を乗り付けてきた。青路三左衛門が使い番の後から追っかけ催促に来たのには訳がある。馬場の見物席にもいず、詰め所にもいず、今日は非番だからと言って下城したという知らせを聞いた三政は、三之丞が今日の催しを苦々しく思っているということに気づいた。 それで三左衛門を呼び、今日の犬追い者は、当藩弓道の名誉を見せるもので、その聖杯は池田家の面目にもかかわるものだからすぐに出資せよ。という向上を伝えさせたのである。そう重ねて神が仰せられるのでは、なるほど事態は叶いますまい。かしこまりました。謹んで参上をつかまつります。と、 今度はあっさり承知した。馬場のじ敷では三つ正が秋の神の相手をしながらイライラしていた。三之丞が言うだろう理屈はもうおよそ察しているからわざと念を入れて三左衛門をやったのだが果たして来るかどうかと思うと落ち着きがない。十郎座、他に誰かおらぬか。何度もそう聞くが 三之条の他にはございませぬ。と十郎左衛門の返事は同じだった。ではもう一人使いをやれと命じているところへ、ようやく先の使い番が戻ってきた。すぐ途上するというので、三つ正はほっと息をついた。ではどうやら馬場の誇りも沈まったようだから、四番をいさせてご覧に入れましょうかな。と、 いかにもそれまで休憩していたような口ぶりである。馬場の誇りと言ったって、さっきの誇りはもう十里も先へ飛んでいる頃だ。誰か呼びにやっているということは、三津明も察していたが、礼儀だから粗らの顔で。さよう。ではご自慢のン勢を拝見いたそう。と座り直した。やがて、 待ちかねていた太鼓がとうとうとなり響く。馬上、手綱を絞って三の城が出てきた。馬場の半分回って、桟敷の正面へ拝礼して、上下の片絹を跳ねると、静かに馬首を返したが、その時秋の神がふと三つ正に振り返った。あの者は、命やを持っておらぬようじゃな。いかにも、 そう言われて三つ正も気がついた。三之条は弓に添えて一筋の矢を持っているだけである。八つぼは空で命矢という二の矢がない。忘れたのか、と思うと気が気ではなかった。三之条は気づいているのかいないのか、馬に抱くを踏ませて結び洗いへ近づいたが、いきなり、えい っと劣白の気合をかけた。不意をくらって見物も驚いたが、狼もよほどびっくりしたらしい。また来たかという目つきをしていたが、急にピッと耳を立てる。とっとっとっと、やらいの中を走り始めた。三之丞は、外側をダくで打たせながら、じっと狼の目を見つめている。 狼は三之城の方を時々鋭く睨みながら反対の端を走っているが、その全身の動きはすこぶる軽く、すっすっとまるで四つ足が地を踏んでいるとは思えないほどであるが、三之城は目も離さず狼を見つめながら、ほとんど同じ速度で野来の外を回ること、二周、三周、なかなか弓を取ろうとしない。 何を考えているんだ狼と馬比べをする気かもしれん。なあに、ああしていると、今に狼が疲れて寝てしまうだろう。そこを射止めるというのが秘術で、つまりこれを青字流で眠り取り術と名付けるものさ。見物席では、そろそろ悪評が始まった。馬場を五週まで、狼の身ごなし、 かける速度の変化をとくと見定めた三之条は、やがてもう一度、えい<っ>絶叫したかと思うと、もろかくを入れてパッとシックし始めた。今までほとんど同じ速さでかけっこをしていたのが、急に気合をかけてシックし始めたので、狼もパッと足を速めた。結び洗いの内と外。 向こうの橋を風のように走っている狼。三之城は馬上に初めて弓を取り直し矢を継がえた。狼は走る。馬も走る。そのまま馬場を一周すると馬と狼の速度がピタリとあった。両方ともシックだ。三之城の待っていたのはその刹那である。 狼がいかに身軽であっても、シックしている体勢では、深速に体をかわすことはできない。ここだと思って馬上に伸び上がる。キリキリと弓を引き絞って、一つ、二つ、三つ、呼吸三つほど気合をかったと見ると、ひょうふっつと切って放った。それやったと乗り出す目前。 空を切って飛んだ矢は誤たず、失踪している狼の喉元をぷつりと射抜いた。キョキョすさまじい悲鳴と共に、さすがの教授も横ざまに転倒する。すぐ飛び起きて首を振りながら二度三度。土ぼこりを上げて転げ回ったが、やがてぐたりと地面へ倒れ伏した。 よっと、よっと、よっとわあ見物の人々は思わずそう立ち、手を打ち、膝をたたいて、しばらくは何もやまない。三之丞は別にさしたることもないという顔つきで、静かに片絹をかけ、さじき正面へ馬を進めて拝礼すると、馬場を回って退いた。いかがでござる 三つさは得意満面である。すさまじき見物。誠に古今れなる見物であった。秋の神も心から感服して。あれだけの狼をただ一屋で仕留めるというのは並々ならぬ名手。しかも命やを持たなかった自信のほども驚きいる。 酒好を使わしたいがお呼びくださらぬか。では席を変えて一山捕まつろう。それから御殿へ移って主演が開かれ、三之条は御前に召されて秋の神から勝負された上、引き出物を賜り、誠に上々の守備で下城した。三つ正の感動は大きかった。 日頃の様子は平平凡んごく当たり前な勤めぶりだし、それだけの腕があるなどということは毛振りにも示さず、比べ合をすれば、いつも中どころをいて知らん顔をしている。こういうことにぶつからなければ、生涯そのまま人に知られずに終わってしまうかもしれないのだ。しかも、平然と己の進化を隠している心の堅固さ。 大丈夫とは、こういう人物を言うのであろうと、三つ政は改めて三之丞を奥ゆかしいものに思い直した。しかし、それよりも喜んだのは三左衛門である。ぐずだの煮えきらぬと、怒鳴りつけてばかりいた三之丞が、岡山一般の名誉をかけて、しかも立派に役目を果たしたのだから、驚きも大きかったし、 喜びも一倍だった。同役たちもしきりに喜びを述べる。良き追いごを持たれてお幸せでござるなあ。三の城なくば殿のご面目も潰れるところ、家中我らまで他藩から笑われなければならぬ。おかげで肩身が広うござる。さすがは三座殿の押し込みだけあって、 あれだけの腕を今日までお首にも出さなかったところは奥ゆかしゅうござるな。あっちでもこっちでも褒められる。根が開けっ広げの老人だから自分でも嬉しさを隠すのに骨が折れる。そう褒められてはご挨拶に困る。あれについては拙者も金がね見どころのあるやつとは思っておったが、いや、 何しろまだ雑敗でな。まだまだご奉公はこれからでござるよ。などと言っていたが、日を定めて心祝いをするからと、実婚の者を数人招待する約束をして下城した。さてその当日、三左衛門の家へ招かれてきたのは、老神山内権左衛門、伊木長門、それから宮田兵庫、か谷一郎兵衛、 富永自在門、若手では、怒り田彦八郎、桜井孫三郎、滝川河野心、以上八名である。意長とというのは気骨のある人物で、ある時三政の意に触れることがあって、平門を命ぜられた。ところが間もなく、三政は参勤のため江戸へ出立することになり、その日が来ると、 長戸は急に酒焼きを剃り、衣服を変え、門を開いて外へ出た。閉門中に許しもなく門を開いて出るなどは、法を破る大罪で、これは乱心をなすったに違いない。今のうちに中へお入れ申せ。と家来たちは大騒ぎになった。そこへ、早くも三つ正参勤の行列が来かかると、中から三つ正が、長戸、 長と、と声をかけた。お声がかかったから、さあ見つかったとみんな顔を見合わせながら行列は止まる。長とは平腹して待っていたが、スルスルとかごの間近へ進んで両手を下ろし、静かに主君を仰ぎ見ながら、今日は天気も格別よろしく、恐れながら長と、教えつを申し上げまする。 お留守の儀は、礼のごとく。家中いずれも申し合わせ、万々大切に愛務めまするゆえ、少しもお心遣いなく、御旅中満腹をお祈り申し上げまする。よどみもなく梱状した。三つもうなずいて、留守のこと頼むぞ。と言い、静かに笑って乗り物をあげさせた。両方とも、 平門のことには一言も触れないので、おそばの者たちは狐につままれたような顔をしていた。この時のことを三政が後に説明して、国の老職たる者が、いかに平門を命ぜられているからとて、領主が他国へ旅立つのに平門のまま送りに出ぬようでは何の役にも立たぬ。あの折も長門がもし出ていなかったら、 そのままには差し置かぬところだった。そう言ったと伝えている。意気長とはそういう人物である。また若手の滝川河野心というのは、三つ政が数年前、二百国で召し抱えた新参者で、年は二十八歳。一刀流の剣では達人の腕を持っているという勘の強そうな一癖ある面魂。 腕はできるのだろうが少なからず傲慢なのであまり人に喜ばれない。しかし一風変わっている三左衛門は惚れ込んでいる様子で頼まれもしないのに引き回し役を買って出ている。今日も意気、山内の二老親が来るので特に招いたものであった。客はすっかり集まった。やがて酒が回り出すと 次第に話題が活発になってくる。自然、霊の犬追い物の話が中心だ。赤川、森脇、金目の失敗から、ただ一屋で射止めた三の条の妙義を称賛する言葉が、次から次へと止めどもなく出てくる。ところが、席にはべっていても、当の三の条は酒が一滴も飲めない。 さっきから芋物煮つけを頬張り頬張り、誰の話かしらという顔で黙っておる。そのうちに滝川幸之進が膝を乗り出した。なるほど、一昨日の弓は稀なお手柄。五妙儀のほど拙者も感服つかまつったが、青地氏に一つお尋ね申したいことがござる。はあ。あの折青地氏には、 矢を一筋だけ持たれ、命矢はお持ちなさらなかったと存ずるが、見違えてござろうか。されば。確かにお持ちなさったは一筋。命矢はご所持なされなかったでござろうな。さればでござる。むしゃむしゃ芋の煮付けを食べるばかりで、河野心の方には目もくれない。ではお伺い申す。 拙者、格別、その道の心得はないが、弓を射るには必ず命やと申して、二の矢を控えて持つのが作法と聞き及ぶ。それを、わざと一の矢のみ持って出られたのは、何か心得があってなされたことか、どうでござる。されば、三の城は、ごくりとうのみ、目も上げずに答えた。 人屋で糸めることができると存じたゆえ、人屋だけ持って出たのでござる。さあもござろう。河野神はニッと笑った。拙者もそうあろうとお察し申した。なれども青十字、たとえ人屋で糸められるにもせよ。命やを控えて持つのが弓の作法ではござるまいか。人屋で糸められるからとて、 わざと命やを持たぬのは、申せば高慢とも言うべく。弓の作法にはかなわぬと存ずるが、いかがでござる。自分に高慢の癖があるから、人の高慢は余計目につくらしい。それをも知らず、みんなの褒めているのが尺に触るし、また老職が二人もいるから、自分を認めてもらうにはいい折とばかりに突っ込んだ。 ところが三之条は返事もせずに芋を食っている。何とでも言え、と言わんばかりの態度だ。そばにいる三左衛門がじりじりしてきて。これ、三之条。滝川氏の申されること、道理とは思わぬか。返事をせえ、返事を。あ、はあ、ただいま。ごくっと音をさせて、 八森の芋を綺麗に食べ終わった三之丞。初めて河野心の顔を見て。おじうえのお言葉ゆえ、苦道はござるが、もう一度返事をつかまつる。一やでとめることができるのに、何のために二の矢を持つ必要がござろうか。九道の作法とは、命やを持つにあるのではなく、一やでとめるところにあるのでござる。 夏殿この芋はバカにうまいおかわりを頼みますしかしもし万一依んじたらどうなさるいや三之丞は八を夏に渡しながら万一にも依んずるようでは五の矢十の矢を持つとも無駄でござろう狼を相手にはさように申されようが もし相手に拙者が回ったとしたらどうなさるそれでも一屋で追い止めなさるかどうだされば、拙者も一刀流の憲法にはいささか心得がござる。貴殿の矢面に立って一の矢を切って落とした場合、二の矢なくしていかがなさるそれともやはり命矢は持たぬと言われるかされば、三の城、 にやっと笑いながら、やはり一屋でお相手をいたしますな。何一屋それでは貴殿の一屋を拙者に切って落とすことができぬと申すのだな。されば、面白い。これは面白いぞ。河野心は青くなった。とても面白いなどという顔つきではない。 額へ青筋を立て、拳を膝に突き立てながら、拙者は一刀流の剣を持ってお召し出しに預かったものだ。起殿の一矢を切って払えぬと言われては、お上へ申し訳が相立たぬ。是非とも実地に勝負をつかまつろう。まあ、また礼、滝川氏。いや、乙女立てご無用。武道の意地でござる。 お止め立てゴムよ。ではあろうが主演の口論。まずはここはさように荒立てんで。左右から止めにかかると、神座に黙って聞いていた意気長とが、ええ、何を止めるのだ。と一同を逆に制した。その日はそれで別れた。 翌日、滝川河野心から一場所を決めてきた。日は三日後、場所は場外鉄砲的場、国限は朝十時ということである。評判の長戸がやれやれとけしかけたのだから、今更仲裁をすることもできないが、誰か止めたらよさそうなものだがと暗示ている。 もっともそんな心配をするものばかりはいなかった。多くの者のは犬追い物で三之条の腕を高く買っているから、なに、滝川ごとき何ほどのことがあろうぞ。青地の弓は天下無双だ。きっと勝つからまあ見ていろ。そういうものの方が多数を占めていた。 いよいよその当日になった。鉄砲的場は城の東南、旭日川を渡ったか山の裾にあり、参謀を松林で囲まれた寂しい場所である。滝川河野心は帝国よりも早く、桜井孫三郎と怒り田彦八郎を海沿いとして到着した。息長とは見えなかったが、山内権左衛門、 宮田兵庫、富永自在門、か谷一郎兵衛の四人は約束通り見聞役としてきた。三之城もおじ三左衛門に伴われて帝国に現れた。河野神は林図の着物に大口ばかま、武者鉢巻きをしてたすきをかけ、下に鎖たびらを着た物々しい姿であったが、三之城は木綿の着物に くずふの身近かばかま、ばらぞうりという無造作な格好だから、恐ろしく対象が奇妙であった。果たし合いではないから、別に意志を名乗ることもない。かすや一路兵が進み出て、では、一応勝負の作法を申し述べる。間合いは波足三十一歩、青路殿のイルヤは一筋。 これを払い落とせば滝川殿の勝ちだ。とより武道の試合であれば、勝敗にかかわらず、口実に遺恨を含まぬこと。立ち合いの者一同承認でござる。と言い渡した。見聞の人々は北側へ並ぶ。二人は三十一歩の間隔で相対した。三之城は己の位置につくと、

と弓を上げるやきりきりと大きく引き絞った。と見る刹那鶴が鳴って光のように飛ぶや。えいっ河野心の口をほとばしる絶叫とともに体験がきらりと直線を描く。飛び来たった矢は見事に半ばから切り寄られて右へ落ちた。お見事桜井と 怒りだの二人が同時にわめき、ばらばらと河野心のそばへ駆け寄っていく。滝川の勝ち山内権左衛門が扇子を上げていった。三之丞は静かに弓の鶴を外し、見聞の人々の方へ近寄ってきながら、未熟な技をご覧に入れてお恥ずかしゅうござる。と丁寧に会釈をした。 そこへ河野心もやってきた。青じうじ、やはり狼と人間とは違うようだな。まことに、滝川殿、ご主練お見事でござる。失礼つかまつった。お分かりあって何より、これからは命屋のご用意をお忘れにならぬよう。世間は広く、人間は様々でござるからな。 まことに、まことに。三之丞はいかにももっともというように抵当し、人々に挨拶をして立ち去っていった。いや、三左衛門の怒こったこと。なんたる手じゃ、三之丞。と、後を追いながら、しきりとわめき立てた。三之丞が自分の屋敷へ帰ってみると、玄関へ出迎えたのは、 意外にもおじの娘、夏であった。試合の様子を心配してきたのであろう。式台に降りて手をつきながら気遣わしそうに三之条を見上げた。お帰り遊ばせ。ああ、今帰った。どうしたんだ。ご守備はいかがでございました負けだ。 三の城は弓を夏に渡しながら、あっさり笑っていった。負けだよ。そしてそのまま奥へ上がった。夏は受け取った弓を持って後を追おうとしながら、ふとその弓に目をつけて、はっというと、つくづくと打ち返し眺めていたが、何か合点するところがあったと見え、そっと微笑しながら、 三之条の後を静かに追った。弓を家来に渡して今へ入ってから、夏は静かに聞いた。三之条様、ご勝負の様子をお聞かせくださいませぬか。お前に試合の模様を話してもしょうがない。女はそんなことに気を使う必要はないよ。それより、叔父上がひどくご立腹だ。また一つ。 お前の取りなしを頼むぞ。ご勝負の様子を聞かしていただけないのでしたら、私もお取りなしはいたしません。それならそれでもいいさ、とあっさりしたものである。あくる日、途上をすると、もう昨日の勝負のことがすっかり伝わっていると見えて、会う人ごとに問いかけられる。 滝川殿に負けたそうだな。さぞ残念でござろう。勝負に無理があったのではないかそれとも勝ちを譲られたのか馬鹿なことを。何を言われても、去れば、で片付けていたが、その日の昼下がり。青地殿、お上が召します。と故障が知らせてきた。はっ。 三条つかまつる。お庭でございます。ご案内つかまつります。故障が立って廊下を奥へ、杉戸口から庭へ降りる。潜水を回って月山の後ろへ出ると、三つ正専用の的場がある。そこに将棋を置いて三つ正がかけていた。そばには故障二名、弓と八つぼを捧げて控えている。 お召しにより三の条、三条をつかまつりました。地孔を前で。はっ。弓の相手を申しつける。これ、その方どもは下がってよいぞ。五章を下げて三の条とただ二人。三つさは弓を取って立った。三の条は八つぼのそばへ進み寄って矢を捧げる。 的は草獅子というもので、鹿の首の形に日の木板を削り、表に牛の皮を張る。皮と裏板との間には綿が縫い込んである。また皮の表には差し渡し四寸の的を書き、その他のところに大小の星を二十三、栗色の字に白く塗り出すのが作法だ。これは掛け枠といって、 的串を左右に立て、蝉の緒という二重によった綿紐で釣っておくのである。矢頃は十三条というのが古法だった。三政の第一矢は四寸の的に外れた。三之条、この弓を申し付ける。は、さようなれば、恐れながら弓を持参つかまつりまする。許す。 世の弓を持っていいよ。弓を渡されたので、押し抱いて受け取り、矢を取って立ち上がった。三つの弓は五人張りと言われている。大体三つという人は非常な力持ちであった。三之城は二人張りが限度で、あまり強いものは用いていないから、その号泣をこなせるかどうかも疑問であった。 どうするか、三つ正がじっと見ていると、ややしばらく的を睨んでいた三之条。やがて静かに矢をつがえ、弓を上げた。身構えも尋常、呼吸を測ってキリキリキリ、かすかに巻き藤をきしませながら、満月のごとく引き絞った。少しも力に余る号泣を引くように見えない。 ごく自然に十分引き絞ると、ふっといて放った。ビゅ、電光のように飛んでいった矢は、ギョンスンの的のまんまん中に当たって、かっ、見事に矢だけ半ばまで居抜いてしまった。的はつってあるものだし、日のきいたを牛の皮で包み、中に綿を縫い込んであるのだから、 大抵の号泣でいても、居抜くなどということはないものだ。三つ正は思わず膝を打って、あっぱれと褒めた。見事だこれへ参れ三之丞は御前へ片手をついた。その弓は五人張りで、世にもいささか強いと思われるのに、今見ると無造作に引いたようだが、 その方には強くはないのか恐れながら私にはいささか強すぎるかと存じます。それをどうしてあのように楽々と弾けたのか何か号泣を弾く秘伝でもあるかさればでございます。これが出るといつも返事をはぐらかされる。三つ政はもう慣れているからその手は食わない。 畳みかけて、ごまかしてはならぬ。号泣を引く秘伝があらば申せ。どうだはっ、重ねての仰せゆえ申し上げまする。およそ武術は、戦場を御場前のお役に立つための修行をつかまつります。弓にいたしましても、太平の稽古には、己の腕相応の道具を使いまするが、 戦場において持ち慣れた弓が折れたとき、己の力に合う弓を探しているいとまはございません。ありあう弓の強弱を問わず、即座にとって役に立てることができてこそ、大切のご奉公がなるものでございましょう。私は悲力でございますから、常にこの心がけで稽古をしておりました。この他に悲伝と申すようなものはございません。 三つ政は黙って聞いていたが、そうか、よく分かったぞ、とうなずいていった。その一言は達人の心得だと思う。しかし三之女、今その方は戦場馬前の役に立てるため武術を修行すると申したな。は、それなら滝川と喧嘩したのはどういうわけだ 世の馬前で奉公すべき大切な体を、私の喧嘩で勝負などいたし、もし怪我でもしたら何とする。不届きだぞ、三之条。は、恐れ入り立て祭る。平にお慈悲を願います。滝川は新参者、その方どもはいたわって使わすのは当たり前。喧嘩の上勝負するなどとは、 もっての他の儀だ。申し訳あるか。三つはその場の様子を意気長とから詳しく聞いていた。喧嘩を仕掛けたのは滝川で、三之城は姉妹まで勝負しようなどとは言わなかった。そうなったのは滝川の傲慢とそそのかしかけた長との責任である。それを詳しく聞いて知っていたから、 三之城が死災の申し訳をしたら滝川を呼び出して叱ろうと思った。それでわざと激しく決めつけたのである。しかし三之城は平服したまま言い訳を言おうとしなかった。まことに三之城の部長法。以後は必ず慎みますゆえ、この度はお慈悲をもってお許しのほど願い上げ立て祭りまする。 謝ったと分かれば、この度だけ見逃して使わす。滝川は一癖あるやつじゃ、よくいたわって交わるがよいぞ。三之丞が何も言わないから仕方がない。三つさは、しかし何も言わない三之丞が可愛くなり、津と担当を取って差し出した。さあ取れ、使わすぞ。はっ。 そんな不審そうな目をすることはない。先日狼を射止めた褒美じゃ。はっ。家老どもの間で家像の沙汰を願い出たが、あのくらいのことで仮造しては戦場の手柄に使わすべき恩賞に触る。それで家像はならぬと申した。これはその代わりじゃ。形けの、 三之城は執行して廃慮した。珍しくもその時三之城の目には涙が光っていた。こうして三之城の方は叱られて済んだが、滝川雪之進はどうしたか。雪之進はあれ以来しきりに噂を気にしている。二百石で召し抱えられてからすでに三年。自分のつもりでは、 岡山へ行けば剣道の師範にでもなれる気でいたのが、別にそんな沙汰もなく、馬回りの普通の勤めで三年間、何の変哲もない月日が経ってしまった。なんだこれは。こんな勤めなら何も俺でなくても誰でも勤まるではないか。俺は一刀流の腕で召し抱えられたのだ。また召し抱えるからは、 殿も一刀流を役立てるつもりであろう。こんなことをさせておくのは、宝を左中に捨てておくようなものではないか。そういう不平が絶えず頭から離れない。こういうふうに自分を信じきっている人間は、他人の思惑などはわからないもので、何事も俺が俺がと自分ばかり中心に物事を考える。都合のいい考え方で、 おりをうかがっていたところへ、三之城の矢一筋という問題が起こった。これだと思ったから無理に喧嘩にして、勝負にも見事に勝った河野心。今度こそ俺の腕がわかったろう。なんとかお沙汰があるに違いない。心ひそかに期待しながら、周囲の噂に耳を澄ましている。しかし五日たち、10日経ったが、 別に何のお沙汰もないし、主君がどう思っているかという噂も聞かない。帰って三之丞が担当を配慮したという評判が耳に入った。これではかねて測ったこととは逆である。それが事実なら捨ておけんぞ。己の方がよっぽど捨ておけない。イライラし始めた河野心。ある日、 上中の長老下で三之丞と出会ったが、早速捕まえた。青十字ではないか。これは滝川殿。果実は失礼捕まつった。ほう、果実のことをまだ覚えておいでか。それはそれは、あの勝負の始末、まだ覚えておいでとは首相なこと。拙者はもはやお忘れかと存じておったよ。 ほう、あの負けをまだ覚えておいでだったか。されば、三之丞は軽く会釈して行こうとする。河野神は畳みかけるように。覚えているなら申し上げるが、武士としてあのような敗北をした者は今少し健常になさるがよいな。岡山のような田舎だからこそ世間も黙っていようが。 これが江戸表でもあれば世の中への顔出しは無論のこと、少し恥を知る者なら切腹者だ。聞けばお上から何か廃領者があったそうだが、あのような敗北をした後で、まさかのめのめ廃領者でもあるまい。ご辞退なされたものと思うが、いかがでござる。されば、いかがとは存じたが、お上のご意志。 片付けなく頂戴を捕まつった。何配慮した。配慮なすったのか。肉々しく大行に目を開きながら、河野神は小裸に続けた。いや、これは驚いた。さても岡山のご家風は不思議なものだな。誠お役に立つべき腕があってこそ恩賞も下され。 また廃漁もするのが世の習わしだと思うに、それほどの心得もないものが紛れに狼を射止めて恩賞のお沙汰があり。それをまた辞退もせず廃漁するとは珍しい。これでは漁師などはたちまち万国の身分にも相なるであろう。誠に稀なご家風があるものだ。辺りへ聞こいよがしに方言してカラカラと笑い、 思う存分、ののしり、はずかしめた。するとそこへ、古椒が足早にやってきて、滝川殿、おみが召します、と伝えた。お召し、拙者お召しか。お潜水においで遊ばします。お早く。古椒はさっさと引き返してしまった。時が時だから、これは三つさが、 今の声を聞いたのだなと思った。しかし、殿はメイ君だから、拙者の申し分はお分かりであろう。ことによると、今の言葉をお耳にして、忘れていた俺のことを思い出したのかもしれぬ。いずれにしても、このお目通りが俺の不審の瀬戸際だぞ。なるべく都合のいい方へ考えながら奥へ行ったが、三つ正は、 泉殿で小坂森を始めていた。河野心、参ったか。はっ、お召しにより参上つかまつりました。相手を申しつける。事故を進め。片付けなき行い、ごめん。おそばには、九時の故障が両名だけである。三つ政はわざとくつろいで、 しばらく何気ない話をしながら坂月を重ねていたが、やがてふと思い出したように、先日三之条と何か勝負をしたそうだな、と言い出した。待ちかねていた言葉だから、河野心は坂月を置いて乗り出した。はっ、恐れながら、青じがわずかの腕を誇って人も投げに申しますゆえ、 いささか武士の心得を示したまでにございます。お耳を怪我し、誠に恐れ入り立てまつります。荒ましは世も聞き及んでおる。三つは目を背けながら。だが若いうちは、その場の行きがかりで過ちもあるものだ。酒を飲みながらの口論、いつまでもこだわっておることはあるまい。 いい加減に忘れるがよいぞ。これは仰せとも覚えませぬ。なんだ。ただいまのお言葉には主席の口論、取るにも足らぬことのように仰せでございますが、河野心は武術をもってご奉公をつかまつります。武道のことは主席であれまた泣かれ、おざなりを申して済ますような紛らわしい覚悟は持ち合わせません。 そうか。三つ正の眉が、キュッと眉間へ集まった。それでは鉄砲的場の勝負も、その紛らわしからぬ覚悟でやったと申すのだな。御意のごとく、武道の意地でいたします試合に紛れはござりません。まかり違えば、一命を捨てる覚悟でございました。ほう、それは不思議だな。 その方、世に士官をするおり、世の馬前に一命を捧げると申したはずではないか。すべて君心は、この一志をもって繋がれておると思うが、その方は、己の意地づくで、三つ政にくれたはずの命を捨てるつもりだったのか。それはしかし、ぐっと詰まったが、河野心は服さなかった。しかし、それはまた、 理愛が異なります。理愛が違う。どう違うのだ。それはつまり、武道の面目のためには元より、黙れ黙れ、こ河野心三つ正は、いに我慢の尾を切った。物を知らぬ奴、武道、武道と高慢に申すが、いや、一筋二筋。 切って落としてそれほどの手柄か。戦場の駆け引きに一番首、一番槍の巧妙でもしたなら格別。その場限りの試合勝負に勝つくらいがなんだ。そんなことで武士の進化がわかるものなら、盲人でも人を見誤りはせん。先ほども通りがかって聞けば、三の城を捕まえて悪行増言。 世の花風までそしりおった不届き者め。それでも誠の武道を心得おると申すか。箸と扇子で膝を打った五気の鋭さ。さすがの河野心も表を垂れた。三之条は先日厳しく叱っておいた。その方は新参のことゆえ、わざとそのまま沙汰なしにしてあったのだ。それを察してみようともせず。 帰って手柄顔に申し立てるとは呆れ果てたやつ下がってよく考えてみ。謝ったと申すまでは途上を差し止めるぞ。立て、目障りじゃ。こんなに三つ政の怒ったことはない。そばに控えている二名の故障は青くなっていた。謝りました。申し訳ございません。 その場で謝罪しても怒りは溶けたであろう。新規お召し抱えにするほどなら、三つはは元より河野心を十分認めていたのである。でなくて、ただ二百石捨てるような真似はしない。これは役に立ちそうだと思ったから抱えたのだ。しかしそれからよく見ていると、一刀流の腕こそ優れているが、 人柄は粗暴で、到底家臣たちの間に立って師範をする人間ではない。これはもう少し修行をせぬといかん。そう思ったので、馬回りを命じて様子を見ていたのである。だから三つが言うだけ言うのを聞いて、謝ったと謝罪すればよかったのだが、根の高慢がひねくれ出していたので、そんなことには気もつかず、 河野心はむっとした態度で下城してしまった。三つは叱りつけはしたものの、あれだけ理を尽くしていったのだから心が静まればわかるであろう。今に詫びを願い出るに違いないと考えていた。するとその翌日、何か場外が騒がしいので見にやると、武家屋敷に出荷がございます。ということだった。 5月半ば、新暦で言えば6月である。湿気に季節もないだろうが、珍しいことだ。しかも武家屋敷というので、三政はすぐに天守へ上がってみた。城の北方、二番町の外れと思われるあたりに黒煙が上がっている。幸い風のない日のことで、煙はまっすぐに上っているが、やがて、 チラチラと胸をなめる炎が見えだした。まだ町奉行から知らせはないか。はっ。おそばの一人が駆け降りていった。するとほとんど入れ違いに青地三之丞が登ってきた。よほど急いできたと見えて汗が衣服の表まで滲んでいる。申し上げます。おお三之丞か。許す。 地高ごめん、つつっと失効したが、五条下二番町より失火をいたしました。今見ておる、誰の屋敷じゃそれを申し上げます前に、恐れながらお人払いを願います。人払い火事の報告をするのに人払いとは、妙なことを言うと思った。 しかしすぐにおそばのものを下げて、申セ何事だ恐れながら火を出しましたあるは、滝川河野心の家にございます。何河野心の家となまことに偶然の巡り合わせでございますが、私が彼の屋敷の門前を通りかかりますと、裏門が閉ざしてあり、その前に、 おびただしく人たちがしておりました。近寄ってみますると、かようなものが表扉にぴたりと貼り付けておさりました。そう言いながら三之丞は、海中から折りたたんだ一枚の紙片を取って打ち払い、そっとすり寄って差し出した。なんだ三つ政が受け取って読むと、申し残すこと。 将を持って馬を御すの法なし。当藩主池田公はこれに使うるを潔しとせず。すなわち帰って公にささぐるに糸間をもってす。世人批判を誤ることなかれ。滝川公の心平野智政。こちらから主君に糸間をやるという意味。また後書きとして、 山陽道を登って立ちのくから、追っ手を向けるなら相手をする。決して逃げも隠れもしないと書いてあった。恐れながら、三つ正が読み終わるのを待ちかねて、河野心追っ手の役目、三之丞にお申し付け下されたく、曲げてお願い申し上げまする。よし、行けもう一つお願いがございます。 なんだカツヤ、富永、宮田、桜井、以上四名を見分役としてお差し添えくださいますよ許す。連れてまいれ。片付けのう。三之丞は口元に微笑みを浮かべながら主君の顔を見上げたが、ごめん、と言って滑るように出て行った。三つ正は、 本心から怒っていた昨日叱りつけたあとでもいつかは自分の悪いことに気づいて謝ってくるものと信じていたところが謝るどころか傍慢無礼な文字を書き残し家に火を放って立ち退いたのである光政は生まれて初めて心から怒ったこちらで十分認めてやっていただけに 肉さもまた一倍である。できるなら八つ咲きにでもしてやりたいくらいだった。三之丞なら子孫子はあるまい。三政はそうつぶやいたが、ふとその時、いつかの二人の勝負のことを思い出した。や一筋、切って落とすか、いやてるか、鉄砲まとばの勝負では三之丞が負けている。もしかすると三之丞、 今日もや一筋で向かうかもしれない。そう気がついてみると、見分役に選んだ余命は、鉄砲まとばでの勝負に立ち会ったものばかりだ。そうだ。三の城名。あの時の勝負を、もう一度やる気に違いない。そうだとすると危ない。河野心も、剣だけは抜群である。これは捨ておけぬぞ。 三笠は天守を降りると何も言わず馬を引かせて飛び乗った。近所の人々がびっくりしてバラバラと追って出たが、とも無用一言叫んでそのままパッと城下へシックしていった。とも無用と言われてもそのままにしてはおけない。おそば頭矢田三郎左衛門と小将二人が馬で後を追った。 大手外まで出た三つ間さん、追いついてきた矢田八郎左衛門に、青路の屋敷へ内せいせ。は、ごめん。八郎左衛門がすぐ先乗りになる。遠くはない京橋の辻下がりにある三之城の屋敷へ案内した。門前で八郎左衛門に馬を預け、入ってはならんぞ。と自分一人、つかつかと玄関へ。 三之城、三之城、声の大きい三政、奥までビンビンと響く。すると、派生い出てきたのは三左衛門だった。あ、これは三政と見て行転した三左衛門。式台下へ飛び降りて平伏する。三政正は咳込んで。三之城は戻ったかは、 立ち戻りまして、今しがた。出かけたが、弓を持ちまして、馬にて。矢は一筋だな。行為にございます。行かん。すぐに引き返そうとする。三左衛門が。女将、いずれへ追わします。三之丞が心もとない。ゆえあって、 彼に河野心の打ってを命じた。うかと許したが、彼は先日の負けをも取り返すつもりだ。河野神は心柄こそ未熟なれ、剣は鋭い。いや、一筋で立ち向かっては三之丞が危ないのだ。それなれば三左も負いまする。お上にはまず。立とうとした時、玄関脇で、恐れながら、 という声がした思いもかけぬところから声がしたので驚いて三つ正が振り返ると庭との仕切りになっているしおり戸の際に若い娘が一人土下座で平伏していた三左衛門が見ると娘の夏だから「無礼者御前だぞ下がれ待て三左衛門何者だ 私娘にございます。うなずいた三つ間さん。許す。何事だ、毛戸。恐れながらご時機の困状、お許しを願います。ただいまお神の応せに、いや一筋では三の城危なしとございましたけれど、いや一筋にて立派にお役を果たしましょうかと存じます。ほうなぜだ。 いや、一筋で河野心を仕留めるとどうしてわかるはい。果実、鉄砲的場におきまして勝負の折にも三之丞が勝つべきところでございました。あの負けは負けでございませぬ。しかし、七人の者が立ち会っておるぞ。七人の見る目に誤りがあったと思うすか。五見分の方々は、 勝負をご覧になりました。勝負を見るおめに誤りはございませんでしたなれど、その時三之条の用いました弓にはおめが止まりませんでした。三之条の用いた弓がどうしたあの時用いました弓は、稽古に使うごく弱いものでござりました。三笠も三左衛門も、あっ と目を見張った。夏は静かに続けて、当日私は帰宅しました三之丞から弓を受け取りまして、初めてそれと気づいたのでございますが、もとより三之丞が誰にも知れぬようにいたしましたことゆえ、今日まで黙っていたのでございます。この度こそは一屋で射止めるに相違ございません。 お心安くおぼしめされてしかるべく存じまする。そうか、そうだったか。三つ正は再び頷いた。いかにも思い当たるぞ。常の弓を持っていれば勝ったのだ。陰勢の鋭さは世が知っておる。おそらく河野神の胸板を射抜いたであろう。その腕を持ちながら、 わざと知れぬように弱い弓を持ち、己の,の恥を忍んで、ことを穏やかに済ませたのだ。三左もんはっ。その方、大層三之丞を叱ったそうだが、これはしくじったな。恐れ入り立てまつります。世もしくじった。三の城は憎いな。三つ政の目には、 熱いものが浮かんでいた。その頃追手の一行は馬を連ねて東へシックし、財田の里を過ぎた縄手道で守備よく河野心に追いついた。先頭に馬を飼っていた青路三之城、馬速を緩めながら、滝川河野心、上位であるぞと大きく呼びかけた。河野心は、 下郎を一人もに連れ、悠々と歩いていたが、この声に振り返って傘をあげる。おお来たか。待ちかねたぞ。と、傘を跳ねて向き直る。三之丞は馬上に弓を取り直し、ただ一筋の矢をつがえた。見るより甲野心はあざ笑い。懲りもせずにまた人やか。 果実は試合勝負だからあれで済んだが、今度は切って落としただけでは済まんぞ。一刀流の剣が貴様の首へ飛んでいくぞ。拙者からも念のために申す。今日の一屋は少し違う。心して受けるがよい。ご見分の方々。と三之丞は後ろへ声をかけた。三之丞の一や、とくとご覧を願います。 参れきらりと雪の城が体験を抜いた。やごろもよし。三の城は馬上に伸び上がるや、キリキリと弓を引き絞って河野心を狙った。いつもは引き絞る途端にい放つのが三の城の得意であった。しかし今日は十分に引き絞ったまま、二息、三息、えい 凄まじい気合いとゆずるがもう一つ絞られて、同時に切って離された、ビュンとなる鶴。矢はふつ。風を切って甲野心の真正面へ。へいっと甲野心は大声を上げたがすでに遅く。飛び立った矢はぶつっと、左の胸下がり、心臓の真上から矢羽根の際までいとった。 と言って河野心よろよろ後ろへ死後足よろめいたが体験をぽろりと取り落とすとそのまま前のめりにばったりと倒れる見ていた下郎は真っ青になってまりのように街道を逃げ去っていった見聞の余命はあまりの見事さすさまじさに称賛の言葉も忘れ しばらくは傍然と馬上に佇んでいた。三之丞が覆明に帰場したとき、三政は夏から聞いたことは何も言わず、大義であった、と一言賜っただけであった。口に出して褒めるにはもったいないほど奥ゆかしいと思ったのである。三之丞が三政のご秘蔵人。 と言われるようになったのはそれからのことで、まもなくおじの娘、夏を妻に迎え、長く岡山藩にその家を伝えた。